50歳までにやらずに後悔したことトップ3は以下の通りです。自分の人生の目標や夢を明確にしておらず、それに向かって努力しなかった、50歳は人生の折り返し地点とも言える年齢です。これまでの人生を振り返り、これからどう生きていきたいのかをじっくりと考えることが大切です。しかし、自分の人生の目標や夢を明確にせず、それに向かって努力しなかったために、後悔する人が多いようです。 健康に気を使わなかった50歳を過ぎると体力や健康の衰えを感じ始める人が増えてきます。健康に気を使って元気な体を維持することが大切です。しかし、規則正しい生活を心がけなかったり、バランスの良い食事を取らなかったり、適度な運動をしなかったりして健康に気を使わなかったために後悔する人が多いようです。新しいことに挑戦しなかった50歳になっても、 新しいことに挑戦することは決して遅くはありません。新しいスキルを身につけたり、新しい趣味を始めたりすることで、人生がより充実したものになります。しかし、新しいことに挑戦する機会を逃してしまったために、後悔する人が多いようです。もちろん、これはあくまでも一例です。人によって、後悔していることは様々です。自分の価値観や目標を踏まえて、 自分に合った方法で考えてみましょう。具体的には以下のようなものが挙げられます。人生の目標や夢を明確にする。目標に向かって努力する。健康に気を使う。規則正しい生活をする。バランスの良い食事をとる。適度な運動をする。新しいことに挑戦する。資格取得をする。語学学習をする。ボランティア活動をする。旅行をする。 習い事をする。新しい仕事やキャリアを始める。50歳までに、ぜひこれらのことに取り組んでみてください。